これどこから取ってきたの？山で取ってきただけ。あの鯉のぼりの竿にするだけの切れ端。切れ端。切れ端。はい、見せて見せて、はい。よくこんなの見つけたの。見せて。はい。7センチに切りました。見せて。7センチ角。うん。7センチ。角じゃない長さだよ。7センチ。うん。ちょっとじっと見せてじっと。あ。7センチ？だいたい7センチ。うん。はい。7センチ。はい、じゃあ真ん中に、ちょうど真ん中に1センチの丸描いてください。ちょうど真ん中に、うん、はい、この辺先には描きにくいね。ドリルは危ないのでお父さんがします。はい、3個目完成です。残念、交代して。え、分かった。やったー、これでやったじゃん。けんちゃん、しっかり取ってよ。これ、ちょっと、ちょっとゴシゴシしてみよう。いつも持ち出し置きながら一つ1センチの穴を開けました。はい、そして今度は右端から1センチ、10ミリですね。右端から、うん、はい、そして左端から13ミリと23ミリのところに印をしました。開ける穴の大きさは今度は2ミリ、ちっちゃいちっちゃい2ミリです。今度とは先と打って変わって超細い。レッツゴー。細い穴の方が早く開くな。あっさりいけこれか。なんか早くね。ほんとちゃんと開いてんの。うん。切り口が毛羽立っているところにヤスリをかけます。ヤスリってこれって爪を磨く用のでいい？これは、うん、ちょっと爪磨く用だったらちょっと細かすぎるかな。もっとこんな感じ。ああ、爪切りについてるヤスリな、うん、うん、あれでもいいかもしれない。うん、じゃあ吹き口のところちょっと整えて。あんまりバリが多いとあの、うん、失礼失礼だな編集しないで置いとこか。編集しないといてプーのところをアップロードする。プーのところ置いといて面白いからダメだよ、恥かくよ面白いから撮っといて、ぜひ撮っといて僕のお墨付きバカにされるよバカにされたって今面白かったらいい面白ければ別に、うん、はいはい、ヤスリかけて、ヤスリかけて、うん、今もかけてる、うん、最初引いたね、あの1センチの鉛筆の線に近くなるように、それで、うん、もう近いや、うん、そうか、うん、なった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 。